大学の先輩にクリスチャンがいます。身だしなみもきちっとしていて、まあいい人なんですけどね、ちょっと硬いというか遊びがないっていうんですかね。それに1日に3回は教会に誘ってきて、ちょっと困ってるんですよ。正直日曜日まであの先輩と一緒に過ごすのはしんどいです。